次のステージは、ジェンカウンターさん初登場の香里さんです。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、こんにちは。ウクレレ弾き語りをしている香里と申します。よろしくお願いいたします。めっちゃ上がり症だけど、ちょっと今日暗いから、なんとかなんか。すごい上がり症なんで、あったかい目で見ていただけたらと思います。野に咲く花のように、風に吹かれて、野に咲く花のように人を爽やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には暗い人生もトンネル抜ければ夏の海、そんな時こそ菜の花のけなげな心知るのです。さんの何咲く花のように歌わせていただきました。今日お誘いしていただいたあやさん、今日本当にありがとうございます。ジェンカウンターのマスターさん、スタッフさん、今日お世話になります。よろしくお願いいたします。オリジナルの花という曲を歌います。みんなそれぞれの花を咲かす、一人一人違う花を、どんな種をまきましょう、あなたにしかない花になれ、ララ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 、みんなそれぞれ花を咲かして一人一人違う花になるんですけど、一つ一つが重ねり合って綺麗な花になるよっていう歌になります。そしてね、あなたにしかない花になれっていう気持ちを込めて歌いました。で、続いてこのウクレレといえばハワイかなと思って、ハワイの曲を歌います。涙にむせぶように、ヤシの葉が揺れて、尽きない思い出が胸を
ありがとうございます。ハワイのマウイ島で火災があったんですけど、ちょっとね気持ちを込めて歌えたらと思いました。と続いてビギンさんの歌なんですけど、もしね知ってる方いたら一緒に歌っていただけたらと思います。僕が生まれたこの島の空、僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も、名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も苦しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中の歌から。ありがとうございます。この島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚も、どうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。波に守られて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を、テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中の歌から。めっちゃあったかい声が聞こえてきてすごいありがたい。ありがとうございます。あのビギンさん一宮に見えてたんですよね。そう、私知らなくて行きたかったなと思いながら。一宮のねライブがあったんですよ。はい、ね、あの出会いって本当にありがたいなと思って、あのあやさんと、あ、急に光が変わりました。糸っていう歌をね歌えたらと。なぜめぐり合う
私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語立ての糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない、なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢を追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるのを、心もとなくて震えてた風の中、立ての糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない、ありがとうございます。赤嶋美雪さんの糸でした。ね、本当にこうやってあやさんとね出会えたことも本当に奇跡みたいな、本当にありがたいつながりだなと思って、すごいこちらこそ、あの、ね、Facebook で拝見してたら、もうあのギターもすごい練習されてて、あの何でしょう、もう暗記もされてて、でね、なんか毎日すごいなと思って、私もね最近なんですけど、ちょっと配信サイトを始めて、ライブ配信、こういうなんかで毎日1時間ぐらいやるようにしてて、なんか上がり症をちょっとでも克服できたらと思ってるんですけどなんか未だにね、なんかまだ上がっちゃうんですけどね、庭のシャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、洗濯物が一日濡れて、風に吹かれてくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみれば、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。あのちょっと前に、ね、風邪ひいて、ね、声が全然戻らなくて、なんかね、もうニューハーフみたいな声になっちゃってるんですけどすいません。あと、ね、一緒によかったらね、あの最後の曲ですね。
そう言わせたみたいな、ありがとうございます。とハブつけつと、なんとなくなんとなくっていうあのザ・スパイダースさんの曲で、よかったら皆さん歌っていただけたらと思います。手拍子まで本当に。